はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。昨日ね、トミカとかね、プラモデルを物色しにね、イオンに行きましたら、いつも行ってるイオン行きましたらね、駄菓子屋さんがね、なんか特設の駄菓子屋さんができてまして、あー楽しいなと思って、まあ駄菓子はねほぼ買わなかったんですけど、おもちゃが一緒に置いてありまして、まずこれビッグショック、でっかくなっちゃった、水に入れるとあーら不思議って書いてますね。もうどれぐらい時間かかるものかわからないので、最初からもうこれ入れておきますね。大きくなるのこれ本当に。まあ大きくなっときなさい。で、これ懐かしいなと思って、ちっちゃい時これ好きだったなと思ってね。羽笛って書いてありますね。羽笛、羽笛。これ。あ！風船、あ、不良品だこれ。風船ないよ。予備の風船買っとけ。そこまでね、そんなことになるとは思わないじゃないですか。最悪だこれ。もうだからこう。こういうことですよね。こう風船膨らかしたらね、毛が口に入る。ね、うるさいっしょ。うん、これうるさいの好きでした。うるさいって言われるんですけどね、親とかね、おじいちゃんとかうるさいって言われるんですけど、ずっとやってましたけどね。楽しかった、あれ大人のおもちゃ楽しかった。最後うんちょっと高くなりますよね。こんなんですよね。そうそう、ちっちゃくなるとね、どうしてもね最後ってなるからね。分かります、伝わってます。だから音が高くなるんですね。これが開かない、全然開かない。これなんだ、これなんて書いてあったっけ。フライング、フライング操作、 UFO だ、あ、そうそう、 UFO 玉、なんか玉がね、円盤の形したピストルです。これは知らない。そしてこれは大きくならないよ。これ全然大きくなってないの。水に入れてあとは待つだけ。大きくなるぞ、まだまだやったねって最後です。最後コップからもうはみ出さんばかりの。これ合ってます、どうですか。え、もう写真撮ってみますか。はい、写真撮ったらいいでしょ、うん、はい、すいません、はい、写真撮ったらいいでしょ。写真撮りゃすぐ話でしょ。はい、すいませんでした。これ知らない、こんな円盤のね、これ玉なんですって。装填、これで装填、これなるべくこう長距離で表現できる。ちょっとしょぼしょぼ、びっくりした。あ、違うわ、ここに入れん、このサイドから入れるんですね。あ、これ何パーツも入るの。これサイド、ここから装填できますね。おあ、これ一発ずつちゃんと出る、すごい。ああ、なるほど。これいいな。結構飛ぶよ。これ何発まで ?3、4、5、あ、5入る。6。ね、リボルバーだったら6ですけどね。これはね、オートマティックなので、12、3発は入るもんですけどね。本物でしたらね。もっと入るのか知らないけど。そんな、ああ、銃社会に生きてませんから。はい。これ見えてるかな。あと一発。おお、ヘルメットが守ってくれた。大事ですね、命を。これ全然大きくならないよ、これ。大丈夫、なんかモヤモヤみたいなの出始めて、全然大きくならない。何分ぐらいって書いてないですもんね。これ的とかあったら面白いですけどね。ね、あ、この話ね、このピストルの話ね。あ、ここに的ありますね。これにこう、またなんかすごい、おお、結構な勢いで飛びますよ。これ後でこれ拾い集めんの嫌だな、虚しいな。
これは大きくなってくんないんですよね。もうだって10分近く経ってるよ。全然大きくなってない。大きくなったのこれ。ビッグショックっていうぐらいですからね。でかくなっちゃったっていうぐらいでかくなってないですからね。多少大きくなったのかもしれないですけど、なんかこうね、あれよあれよという間に大きくなってほしいですよね。これ2個、3個買って、これは良かったんですけど、これも割れちゃいましたよね。これ大きくならないですね。残念です。あ、これなんていう枠組みですかね。朝食でも昼食でもなく、ティータイムでもない、中西のモダンタイムスっていうことで、はい、まあじゃあまあじゃあじゃあまあじゃあ、あーダメだ、これだこれだ、これが解決しない。まあまあちょっとね、しばらく置いといてまた後で撮ります。はい、大きくなったかどうか。その後5分ぐらい経ったんですけど、まあ5分しか経ってないんですけど、気が早いですか。気が早いですね。大きくなってないと思うんですよね。ああ、どうしたもんか。もっと置いとくか。まあまあ追って連絡させていただきます。お手紙、お手紙させていただきます。はい、お手紙書きます。はい、大きくなったかどうか、はい、文字に起こします。文字で表します。はい、文字大きくなりました。追って連絡させて、まあ一応大きくなったのかな。大きくなりました。なんかブヨブヨになっただけみたいなね、これ。あ、納得いかないな、これは。いいや、もう何日か入れとこう。さすがに大きくなってますね、これね。一晩経ちました。これでも時間かかりすぎでしょね。子供そんなに待てないよ。大人ですから一晩待ちましたけども、まあ倍以上ぐらいかな。最初これぐらいでしたかね。もうこっからもう溢れてるぐらいね、尻尾とかも。それぐらい大きくなったらびっくりしますけど、まあこの程度かっていうねもんでしたね。まあじゃあまあじゃあじゃあまあじゃあもうちょっと入れとくかね。あ、水変えとこう。4日経ったらね、さすがに大きくなりまして、こんなもんです。だいぶ大きくなりましたね。まあさ、これぐらいになったらまあびっくりしますね。うん、まあじゃあ